彼が山崎明、そして彼がカイドウ明。この二人が今年の親友公演でずば抜けている二人です。明と明か。破産した町工場の息子明と大企業の御曹司明。真逆の信念を持つ二人の銀行員は真逆のキャリアを歩んでいく。山崎さんだけが頼りなんです。お願いします。お前は何だ。牧師か何かか。人を温情で見ていたらそのうち必ず痛い目見るぞ。人を信用できない人間が人に金なんて貸せるのか。もしもしアキラ、お父さんが連帯保証発覚した巨額の負債。いくら保証されたんですか。お前何様だよ。兄貴はうちを東海優先を捨てたんだ。このまま弟さんをほっとくのか。ふざけるな。支援は絶対に認め。なんで逃げるんだよ。本当は助けたい、家族を守りたいんだろ。お前に何がわかる。あるがまんまの姿で。山崎、俺は東海優先とその社員を必ず守り抜く。後悔するぞ。私は救えるのであれば全力で救いたい。それこそが私が銀行員になった理由だからです。アキラとアキラ。